続いて試乗しますのがこちら、ヤマハの MT25 ですね。なんて読むんでしょうかね。 MT25 でいいんでしょうか、 MT25 でしょうか。正式な読み方はちょっと分かりかねますが、このセルスターターはね、キルスイッチと同じ一体型のですね。いきますか。今非常に乗りやすいんじゃなかろうかという印象を受けております。あ、なんかニーグリップがねぴったりとフィットしてるような、そんな感覚を受けますし、エンジンがねなんかすごく乗りやすそうな雰囲気がもうすでにありますね。これはなんかオレンジのオイルランプのようなもの、オイルランプではないのか、なんかランプついてるけど大丈夫なんでしょうか。あ、サイドスタンドが結構斜めいきますね。これあの R25 と同じですね。これね結構倒れますね、こう斜めにね。シートはどうなんでしょうかね。シートの質感的にはちょっとなんかこう表面の見た感じはねちょっと微妙な感じはしますけども、質感がタンクのねこのマットなカラーはねなかなかいいですね。個人的には好きですね。正面から見た感じこんな感じですね。意外とね僕あのカタログなんか写真で見るよりねフロントのマスク顔つきがね実物は非常にかっこよく見えますね。これちょっとねこのエンジンガードはこれヘプコ&ベッカーって書いてますね。外品のエンジンガードがついているようですね。これ純正で標準装備ではないと思います、もちろん。さあぐるりと回って外観こんな感じですね。でメーターの方はこのような感じで、タコメーターも全部デジタルですね。モード切り替えとかはないですね、もちろんね。スペックの方気になるところ見ていきましょうか。こちらね左が MT03、 右が MT25、 MT25 とね並んで書いてますけども、シート高 780mm ですね。非常に足つきがいいという。そして車両重量 167kg、 03も同じのようですね。で燃費の方がね MT25 と03で違うんですよね。 WMT 種モード値で 25.8リッター、そして、低地燃費ではね 37.5 ということなんですけども、なぜかね低地燃費では03の方はね 41.6 とね随分上回ってるんですよね。で WMTC モード値ではほぼ同じか若干ねこの MT25 の方がいいんですけれども。さあそしてエンジンの方は、水冷4ストローク DOHC4 バルブですね。直列2気筒エンジンということで、排気量の方は 249cc ですね。最高出力は12000回転で35馬力。最大トルクの方は1万回転で、23ニュートンメーターということですね。で、エンジンオイルは 2.5 リッター。で、ガソリンタンクの燃料はね、レギュラーガソリンで14リッターということですね。変速装置の方はね、普通の6速までですね。タイヤの方ですね、前後ともに17インチということで、フロントのタイヤの幅が110ミリ、標準的ですね。そしてリアのタイヤが140ミリということで、忍者250なんかと同じサイズですね。ZX25R なんかね、150ミリとちょっと太いですけども、こちら標準的な140ミリということで、いろんなタイヤ種類選べるんじゃないでしょうかね。で、前後ともね、シングルのディスクブレーキですね。さあ、外観こんな感じで、整列フロントフォークですね。こちら MT25、昨日ね、ヤマハの YZF R25 に乗ったんですけれども、最高出力も12000回転で35馬力と、最大トルクも1万回転ということで、やはりエンジン同じなんでしょうかね。ペースが同じというか、全く同じなんでしょうか。あ、スイッチ回り、意外とこのボタンちっちゃかったですね。あ、非常にね、なんか体にフィットする感じが、タンク、ニーグリップ非常にしやすいです。あ、すごくねエンジンはいいですね。1万回転1万1000。あ、やはり昨日乗ったね R25 と同じで非常に好印象ですね。振動も非常に少なく感じます。先ほどホンダの CRF250L に試乗したばかりなんで、余計にねこの振動の少なさ、滑らかさといった非常にね感じます。全然違いますね。やはり先ほどのオフロードバイクのねあの短気筒の振動とは非常に滑らかです。エンジンもね滑らかに高回転までね引っ張っていけるといった感じでしょうか。そして非常にニーグリップもしやすい。乗車ライディングポジションはどうでしょうかね。非常に楽な感じに感じますけども、この辺りの姿勢は昨日乗った R25 よりもいいような気がするのは気のせいでしょうか。その辺りは若干違うんでしょうかね。ここ本当石ころと砂危ないですね。これねバイカー殺しの砂利ですよあれは。
なんであんなところに砂利が撒き散らしてるんでしょうか。ダンプが落っことしていったんでしょうかね。やはりこのエンジンはすごくいいですね。このオレンジのこのランプ何なんでしょうかね。ずっと最初からついてますけど、非常に乗りやすいですね。乗車姿勢もね、今日乗ったスズキの GSX250R よりも非常にね、状態が起きて楽な姿勢ですね。で、今日ね、ホンダの CB250R にも試乗したんですけども、全然違いますね。CB250R ね、ハンドル幅がもっと広くてね、この距離がハンドルからお尻まで、上半身までの距離が短くてね、独特なポジションだったんですけども、こちらの MT25 はね、非常に素直と言いますかね、正統派な感じですね。印象としては乗りやすい、万人向けといった感じですね。ちょっと CB250R はちょっと癖のある感じでしたけども、乗車ポジションがね。かなり高回転まで引っ張って、まだね、最高出力の1万2000回転までは到達してませんでしたけれども、非常に安定感はありましたね。速度を出しても全く恐怖感がないというか、マシン自体のね、安定性はすごく良かったですね。まあ今しがたホンダの CRF250L オフロードバイクに乗ったばかりだからかもしれませんけど、すごい安定感を感じます。振動の少なさといい、まあ、別にその先ほど乗ったオフロードバイクが悪いというわけではなく、オフロードバイクだから、まあ、短気筒というのもあって全く別物なんでね、特性が違うんで、こちらは本当にね、オンロードに特化したという、そういうバイクですね。速い、気持ちいい、楽しい。やはり先ほど CRF250L 乗った時にオンロードでも全然楽しめる、楽しいっていうコメントしましたけども、やはりこちらの方が楽しいですね。まあ、比較して申し訳ないですけど、やはりオンロードはオンロードのね、バイクがやはり適材適所といいますか、圧倒的なこっちの方がね、安定してるし、いやこれはね、いいバイクですよ。R25 がね、売れてて、なかなかこの MT25 はね、まあデザイン的にもちょっとストリートファイターのタイプで、ヘッドライトの部分もね、ちょっと独特な感じで、好き嫌い、好みが分かれる形になっちゃうかもしれませんけども、マシンの性能としてはこれすごくいいですよ。まあ R25 と中身ほぼ同じなんでしょうかね。フレーム形状とかも同じなんでしょうかね。これどうなんでしょうか。まあカウルがないからね、このままこの辺のね、もう空気抵抗もろに風を受けてっていう感じはありますけども、うわ、これは本当にね、乗りやすいですよ。すごくね、なんか先ほどあれだけ振動の激しい短気筒のバイクに乗った後だからか、余計になんかもうまるで電動バイクのような、そんな感覚に落ちるね、滑らかさというか、スーッといく感じがしますね。で結構ね、やっぱりある程度ラフな感じでアクセルワークをしてもね、許容してくれるという感じですね。まあ、個人的にはね、やはりハンドル幅もこれぐらいのね、オーソドックスな感じの方が個人的には好みといいますか、乗りやすいですね。本日乗った CB250R のあの幅広のハンドル、ちょっと独特な感じがありましたけども、どちらかというとこちらの方が素直に乗りやすいかもしれないですね。ワインディングは非常に楽しいですね。安定してるから楽しめるっていう、そういう感じがしますけども、あれ今のも MT でしたね。このマットの質感、マットブラックいいですね。さあここで折り返します。ちょっと電池入れ替えます。あ、結構やっぱ倒れるな。倒れるのかと思うぐらいの勢いでね、斜めになりますね。これ
この辺りのねレバーはねちょっと質素な感じがするんで、個人的にはレバー変えたいような気はしますけどもね。軽いし U ターンもしやすかったですけどもね。今このヤマハの MT25、 このバイクを購入検討される方はどうなんでしょうかね。どのバイクと競合といいますか比較検討されるんでしょうか。やはりフルカウルではなくっていう形で探してる方が多いんでしょうかね。ストリートファイタータイプでいうと、まあネイキッドになりますけど、ホンダでいうとやはり CB250R とか、川崎だと Z250 でしょうか、鈴木だと何でしょうかね、250だったらジクサーとかでしょうか。ライバル車種といいますか比較検討される車種になるのはそのあたりでしょうかね。まあでもその中で言うと、昨日乗った川崎の Z250 よりも断然私個人的にはこっちの方がいいと思いますし、今日乗った CB250R よりも個人的にはこっちの方がいいですし、ジクサーだけ乗ったことないか、そういえば。と言いますかね、この MT25 がね、非常によくできたバイクというか、まあ、YZF RT5 とね、ほとんど同じなんで、非常にね、いいエンジン、乗りやすくてね、あ、この後にですね、すぐ直後に MT03 に乗るんですよ。だから、昨日僕ね、RT5 に乗って、その時にね、これだけ良かったら R3 が気になりますっていうコメントしたんですけども、おそらく R3 と MT03 中身そんな変わらないと思うんでね、次乗る MT03 がちょっと楽しみですね。このオレンジのランプがずっとちょっと気になりますけども、何のランプでしたっけこれ。今でも1万回転ぐらいでしょうか、9000、1万、9000、今で1万1000ぐらいまで行きましたけど、まあ本来ならもうちょっとギア上げてこんな感じでね、あまりエンジンに負担をかけないように走るのがバイクには優しいんでしょうけど、今で9000、バイカーズパラダイス南箱根戻ってまいりました。この後ね MT03 に試乗するんで、よかったらねそちらの動画も見てね、この MT25 とね違いをね僕がなんてコメントするか見ていただければと思います。まあ私自身もね非常にね楽しみなんですよ。実はあの03、そのエンジンがどれほどのものかっていうのをねちょっと体感してみたいんでね、おそらく R3 とエンジン的にはベース同じだと思うんですけどもね。